ございます。外がね、明るすぎて寝坊したかと思ったんですけど、ちゃんと受け入れてましたね。今日も頑張ります。今日は足トレですね。なんか前の足トレからちょっと膝が軽く痛くて、どこまでできるか分かりませんが、まあ、いける範囲でね、しっかりと追い込んでいこうと思います。一応足トレの日は足トレを頑張ったら甘いもの食べてもいいっていうように会議してるんで、もしかしたら食べるかもしれないですね。だから最近腸とかあんまり甘いもんではなくて、今はいいわって感じなんですけど、まあ頑張ったご褒美に食べるって決めてたんで、食べるかもしれないですね。はい、ではスクワットを始めます。僕ね、すごい悪い癖があって、重量をね、上げがちなんですよね。なんか重いもん持った方が筋肥大するし、かっこいいみたいな思っちゃって、すごいね、どの種目にしても重量を上げがちで、まあ、重量を上げるってことに関しては間違ってないとは思うんですけど、僕のスクワットなんてなんかもうクソみたいな方なのに、無理に重量を上げるんで、やっぱりね、怪我に繋がりますよね。なんでしばらくは低重量でフォーム固めを徹底しようと思うんですけど、まあ、正直やっぱりね、楽しかったですね。まあ、無理に重いものを持って毛が怖いとか思うより、低重量で回数重ねて効かせる方が楽しいなと思ったし、まあ 1,2 ヶ月はフォームを固めて、そこから重量を認めようかなと思いました。ただまあどんだけ低重量でやっても足トレはね、しんどいなと思いましたね。イージーバーでのフレンチプレスも初めて上手にできたなっていう感覚がありましたね。いつもなんか肘がちょっと痛かったり、なんかあんまり効かんなっていう感じだったんですけど、サムレスグリップにして握る力を小指をメインで、小指に力を入れて握る感じでやるとすごい上手に入ったなって今日は思いました。あと頭をベンチ台につけずに浮かす、そしたら背中が反らんと背筋を使わずに上げ下げできたんで、めちゃめちゃ良かったです。最後はね、得意のトライセプスエクステンションで受け取りも終了です。めっちゃいい天気でめっちゃ気持ちいいし、今日の筋トレめっちゃ楽しかったですね、ほんまに。やっぱね、まあ、高重量を持つのも大事なんやけど、ほんまに無理して持ったらあかんなって改めて思いましたね。フレンチプレスもスクワットもいつもより軽めの重量でやったんですけど、まあ、そういうフォームが綺麗にできるし、回数も重ねられるし、効くし、重量を増やさなあかんのは間違いないと思うんですけど、それにしてもやっぱり効かせなくつつ重量を持たない意味ないと思うんで、しかもやっぱ楽しくないしね。やっぱね、まだ苦手な種目というか、フォームが固まってないなっていう種目に関しては、重量を持つより前にフォームを固めてしっかり上手に効かせられるようにすることをまずはしなきゃいけないと思いましたね。今日ね、ほんま楽しかった。双葉のね、メロンのやつあれがすごい魅力的で、スタバに行って仕事をしながら飲もうかなと迷ってるところですね。あれ280kcalくらいで、コンビニのスイーツ食うとあんまり変わんないんで、はい、まあ、それまでちょっと考えながら仕事をしていこうと思います。今日も頑張ります。天気がね、良すぎてマジで最高なんで、今日は午前中だけサバでね、足取り頑張ったんで、甘いもの食べようかなと思います。体重がめっちゃ落ちてて、やったーってのと同時に、今日は有酸素なんでさらに落としていきます。空腹でね、今から2時間動くんで脂肪までしょ。はい、
今日は有酸素です。なんか思ったよりディスプレイに表示されてる消費カロリーが増えてないので、今のシーンはもう有酸素の後半なんですけど、必死にね足を使って漕いでるところですね。今日は体重がねほんまにストーンと落ちててめっちゃ嬉しかったですね。で、僕の傾向としていつもそんな感じなんですよ。なんか1週間とか、まあ、1週間ちょい停滞、まあ、同じような体重で前後して急にね0.5 から1キロストーンと落ちる、そんなね体質なんで僕は。だからいつも僕体重落ちひん言うてますけど、まあ、そんなにね焦る必要はほんまはないんですよね。まあ、しばらくしたらストーンと落ちるはずだから、まあ、続けてればいいんですけど、やっぱりねメンタルそんな簡単なもんじゃないんで焦ってね落ちひん言っちゃうんですけど、やっぱりこうやってストーンっていざ落ちたらだいぶなんかやった感もありますよね。まあそんなこと言っときながら、明日の体重でまたドーンって増えたら笑い話なんで、皆さん僕の明日の体重にも乞うご期待です。今週はすごい早く感じる。なんか筋トレしてると普通1週間で週7日じゃないですか。僕の筋トレローテーションが4日でループするんで、すごい早く感じますね。1週間ってやっぱ日が過ぎるのが。最近はプロテインにシナモンを入れてます。まあ朝の僕のヨーグルトにもシナモンを入れてるんですけど、また次の動画くらいでシナモンの効果を説明しようと思うんですが、結構ね筋肥大にもいい効果があるっぽいんで、最近はねシナモンを取るようにしてます。僕のトレ前のドリンクはマルトデキストリンとプロテインとシナモンで、トレ中のドリンクはもうサイゾーンですね。一発で入れるだけ。ちょっと前の動画で皆さんに相談した父の日に何をあげるか問題なんですけど、結局ねいいものが思いつかなかったんですよ。まあ、コメント欄でもいろいろとアドバイスをいただいたんですけど、まあ僕の父に合うかなって考えたら、どうやろうなってなっちまって、僕今まで父の趣味を増やしたいと思ってまあダンベルあげたりしてプレゼントを選んでたんですけど、今回はねもうそんなことせずに無難にハンカチと名前入れのボールペンかなみたいなのをね選びました。そこそこいい値段がつられてたので喜んでくれたら嬉しいですね。今やってるのは最近ハマってる超小刻みショルダープレスで、まあ、肩にねがっつり入るんで、やっぱりサイドレーズやと扱える重量に限界があるんで、まあ、ショルダープレスでねちょっと重めの重量を肩の側面に与えられるように頑張ってます。最近めっちゃ思うことが、まあ、話は変わるんですけど、値上げがね値上げしすぎなんか値上げニュース見るたびに、これ将来大丈夫なんかなってめっちゃ思っちゃいましたね。なんか普通にその分給料が上がればいいと思うんですけど、今の値上げって利益が出すためじゃなくて、単純になんか石油とかガソリン代とかその辺の物価が上がってから企業もやむなしで値上げをしてる感じで、企業の利益が増えるわけじゃないと思うんですよね。そしたら賃金も増えるわけだしなんかニュースを見るたびに日本大丈夫なんかなって思っちゃいますね。それがマジで面白いですね今日は肩めちゃめちゃしっかりと追い込みました。最近すげえ楽しい。マジで早く終わりました。減量マジで早く終わりたいけど、よっしゃ今日飯行きます。はい、晩ご飯はオートミールのカユにトマト、牛肉ハンバーグ、キャベツ、サラダなどなどですね。美味しくご飯を食べて、また明日以降に備えようと思います。動画が面白かったと思ってくれる人は、ぜひチャンネル登録お願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。